ちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は日曜日の中山の京成杯の予想をしたいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は前走500万クラスの馬が5勝、オープン特別組が3勝して、前走重賞組がわずかに1勝と、前走重賞組であっても優位とは限りません。またレースキャリアは3戦ないし4戦戦ってきた馬が有利、有力馬の中ではジェネラーレウーのたったの1頭だけでした。そして前走 1800m や 2000m 組が有利で、前走マイル組は苦戦しています。1月から3歳オープンの番組が増えてくる中で、マイル組や短距離組は新山記念やフェアリーステークス、土曜日の菜の花賞や先週のジュニアカップと番組がかなり充実していますので、そちらに向いてレースが分散する方向、一方の中距離や長距離に向いている組は、来週に 2000m の若駒ステークスが組まれていますが、関東馬にとって1月はここしか賞金加算のチャンスがありません。関東馬の長距離適性がある馬たちにとってはここが正念場になってきます。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は3勝して2着も3回と副賞券にはまずまず来ていて、去年ようやく連敗を6で止めました。2番人気と3番人気がそれに続きます。その後は7番人気から9番人気が結構頑張っていて、2桁人気は近年不振、8年連続して馬券圏外です。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はデータ面からジェネラーレウーノにしました。ハボタン賞の勝ち馬はレイデオロ、メートルダール、当選バジル、キングスオブザサンと出世する馬が続々出てきていますが、この馬も未勝利戦からタイムを2秒も詰めて、それに続けるポテンシャルを見せました。ただ大外枠というのがちょっとネックになりそうです。スタートで主張できない場合もありますので、その競馬も想定する必要があります。断然の本命とは言えませんが抑えたいところです。対抗はコズミックフォース。最初はこの馬を切ってやろうと思っていましたが、調教欄を見てびっくり。アーモンドアイやその他の小馬勢に馬なりながらもしっかりと追いついている調教をしています。負けず嫌いの性格が出ているのでしょうか、遊ばずに真面目に走る兆候が出ていますので、ここは外したくないところです。3番手はエイム&エンド。持ちの系トップも去ることながら、調教では小馬500万クラスの馬を子供扱い、人気がそこまで出てもいないので、ここは思い切って狙いたいところです。以下 2000m 前後で勝ち上がった馬を中心に評価しておきたいので、デルタバローズは5番手までとしてみました。それでは買い目です。コズミックホースとジェネラーレウーノからの生まれ流しです。5番15番は2通り買っていますので、トリガーには回避できそう。デルタバローズが来てしまったらトリガーでごめんなさいとしていますが、ロジティナやライトカラカゼが来たらきっと配当も跳ねそうです。夢の方が大きい負けに期待して連続的中記録を伸ばしたいと思います。さて来週はアメリカジョッキークラブカップと東海ステークスの予想をアップする予定です。それではまた来週皆さんお会いしましょう。